こんにちは、大津市議会議員の中野博史です愛媛県におきましては、現在の特別警戒期間を6月22日から感染警戒期のみに切り替える方針だそうですまた、全国的にもワクチン接種が加速をしておりますが現在の大洲市がどのような状況になっておるのか最新の状況をお知らせしたいと思います 高齢者向けワクチン接種予約数の6月18日現在の数字ですが対象高齢者数が1万4832人に対しまして予約者数は1万2333人となっておりましてその予約率は83.2%となっておりますまた高齢者の接種者数も6月20日現在の数字で 一回目を終えられた方が7591人接種率は48.2%となっておりますまた二回目の接種を終えられた方も1942人となっておりまして接種率は12.3%となっております大洲市ではこれまでのところ大きなトラブルもなく順調に接種が進んでおります 予定通り接種を希望する高齢者の方全員が7月中に2回接種を終える見込みとなっております今後の焦点は64歳以下の一般接種についてですが、えー、近々大津市からその概要が発表される予定となっておりますので、えー、情報が入り次第市民の皆さんにお知らせをしたいと思います集団免疫の獲得に向けて今一度大津市民の皆さんのご協力をよろしくお願いいたします 今回はここまでです。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。最後まで視聴ありがとうございました。